えー、速塾のコブでございます今回ですね検察庁法に検察庁法改正に、えー、抗議しますということから発生しまして芸能人の方とかね著名人の方が、まあ、政治的な発言をするところに、まあ、あの歌手とかがね、えー、そういうふうな政治的な発言をするんじゃないとかよく知りもしないでよく勉強もしないで語るのはどうかと思うよとかもう失望したんでファンを辞めますみたいなねそんなあ考えを持った方もいると思うんですけどもちょっと私がこの辺についてね えー、回答を求められましたんでちょっとお話ししていこうかと思いますけども、まあ、確かに今までは芸能人とかね俳優とか女優さんっていうのは夢を売る商売ですからどっか片方に、ね、偏った意見とか政治的な発,発言とか宗教的なあ発信っていうのはタブーとされていたところがあると思いますただやっぱり YouTube があったりブログがあったり Twitter が出てきたりとかしてですね芸能人の方でも個人的な発信をする場って増えたわけですよそれからファンの方でも個人的にはどう思いますかっていうふうなねこういうふうな興味とかも 増えてきたんでもうこれ止められないと思います要するに思想とか信条っていうのが民主化されたんでもう隠す必要がなくなったってことなんですよまあでも一部の古めかしい芸能界ファンの方とかね、えー、それから歌手に対して昔ながらのイメージを持ってる方には違和感があると思いますけどもこれからの時代は まあ、いわゆるです、ね、プライベートで何をしているのかとかプライベートでどんなことを考えているのか特定の宗教についてはどう思うのかとか、ね、特定の政治思想にはどう思うのかってことも込みで、えー、タレントの方とか、ね、芸能人の方のファンになるのかそれともファンを辞めるのかっていうふうに変わっていくという,ふうに思います。プラスですね うん、ある特定の方が好きとか嫌いとかっていうのはたった一つたった一部政治的な発想があるだけで全部を否定するような心の狭い方っていうのはこれから若い方っていうのは減ってくると思うんですよまさにですねたくさんの考え方があってしかもその考え方も人間っていうのは年とともに変化していくってことを受け入れながら人を見るようなすごくね恩和な世代になってくると思うんですよ、まあ、ですんでどちらかというとご年配の方とかね私と同じ年代の方とか40代50代60代ぐらいの方はものすごくね古めかしい価値観のまま 人を見るのかなと思いますし自分と違うような考え方の人に出会うと、ものすごくその人自身が嫌いになったりとかね、本当に考え方一部が違うだけで全部を否定するような凝り固まった精神状態になっていってるのは、まあ、古い世代で、こういうのはまあ10年とか20年したらいなくなっていきますんでね、まあ、もうちょっとの辛抱だと思います。まあ、私も同じように古い考え方にもしかしたら取られてるのかもしれませんので、その辺も改めながらね、若い発想とか違う考えにもっともっと耳を傾けていきたいかなと思っております。確かにね自分が考 考えていることも今まで変化してないか？って言ったらだいぶ変わりましたんでね。10歳の頃、20歳の頃30歳の頃に考えてたことと今考えていること。真反対のことって結構あるんですよ。そう考えたら今確信を持っていることも来年にはね。真反対になっているかもしれません。し。いやいや、もしかしたら対立意見を知ることによってね。 もうその瞬間にそういえば自分も間違えてたかもしれないって。形で警察情報ね。反対の方が賛成になったりとか、賛成の方が反対になったりとか、こういうことがくるくる。起きてくるのが情報の民主化情報が自由になったってことなんではないかなと思います。まあね、一つの考え方にあの押え込むっていうのはすごく危険なんでね。たくさんの考え方と、あと知識のある方ない方が同じ土俵でお互いの考えをね。共有するっていうのはとってもいいことだと思いますんでね。あのわからないんだったら言うなとかね。勉強してないやつが語るなみたいな。こういう言論の封殺っていうのはとっても。危険 危険なんではないかなと私は思いますけどもね。以上でございます。